オリーブオリーブオリーブ、誰一人置いてはいかない。皆さんこんにちは。今日も始まりました、黒川敦彦のオリーブの木チャンネル。まず冒頭にですね、最近なんとなく毎日2本体制にしてみていたんですけれども、いろいろとですね、やはり負荷も高すぎるということでですね、今週から前のですね、動画を1日1本に戻させていただこうかなと思います。またですね、原則月から金曜日の9時半からはいつも通りなんですけれども、平日に週5本ということを基本にですね、どうしても必要な場合は昼や土日の発信も行うと、号外的にということにさせていただこうかなと思います。まだまだですね、これから長い戦いがまああるわけでですね、無理してもですね、やはり、疲れも溜まるだろうと、社員にも怒られましてですね、ちょっと、土日も原則は休んだりしながらですね、リフレッシュしながら、やっていきたいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。さてですね、今日のテーマは、日産自動車の栄光と衰退、そしてまあゴーンの、話ということでございます。はい、日産自動車ですね、先日赤字を出しましたと、これはまあ朝のニュースでですね、軽くはご説明したと思うんですけれども、6712億円の、まあ純利益ですね、最終利益で、赤字が出たと。まあ結構な金額ですね。でここまあ11年ぶり、リーマンショックの時はですね、やはり世界的な、まあ不況恐慌ということでですね、赤字になったわけですが、それ以外はまあそれ以来はずっとまあ黒字になっていたわけですが、ここに来てですね、大きな赤字を出してしまいましたということです。日産はですね、まあさすがにご存知の方も多いと思うんですが、スカイラインとかサニーとかフェアレディ Z などのですね、数多くの名車を世に出してきた、歴史ある自動車メーカーですね。そして日産はやはり技術の日産と、評されるほどにですね、技術力では他のメーカーを圧倒してきたと、いうことです。また1970年代まではですね、販売シェアでも、今まあ日本で1位のトヨタにですね、全く引けを取らなかったという会社でございます。しかしながらですね、まあ、今回赤字を出したということもあるんですが、その日産の経営がやはり正念場を迎えているというふうに思います。直近2ヶ月間の間に、元上級幹部4人が、日本電産に転職してしまった。また日産では上記の4名以外にも、幹部社員が大量に退社する動きがあるということなんです。名門日産にですね、一体何が起こっているのかというのがですね、今日の解説のメインテーマでございます。日産はですね、1999年の3月に、2兆円の有利子負債を抱え、経営難に陥っておりました。で、その日産自動車はですね、フランスの自動車メーカーのルノーとですね、資本提携を結んでいます。今も結んでいます。そして皆さんもご存知のカルロス・ゴーン氏がですね、このルノーとの提携によって送り込まれたということです。で、カルロス・ゴーン氏はですね、例えば、ブラジルのハイパーインフレ下で瀕死状態にあった南米ミシュランを黒字転換させるなどですね、経営手腕に高い評価をされていたという人でですね、日産の改革のために、まあ、送り込まれたわけですね。まあ、なんとなくこれは皆さんね、ご存知なことかと思うんですけど。で、ゴーンが何をやったかというとですね、ゴーンが来る前、まあ、ドーンと赤字だったわけですね。それがですね、ゴーンが来てからですね、まあ、この赤字も突発的なもんですから、まあ、まあ、しかしながら実質的にゴーンが来た以降はですね、とにかく黒字の期間が多いですね。明らかに、こっから、この矢印の期間ですね。リーマンショックの時は、まあこれ仕方ないとしてもですね、まあ、客観的に見て、ゴーンの経営手腕、実力というのは、それは本物だと思います。
まあ、この後ですね、ゴーンのやってきた改革の良かった点、悪かった点、まあ、そして彼も逮捕されてしまったわけですから、まあ、その問題については論じますが、まあ、この部分の客観的に見てですね、経営手腕という意味ではですね、ゴーンの実力はやはり本物だったと思います。そしてゴーンは、まあ、フランスから送り込まれてきたわけですから、フランス本国にですね、利益をもたらすという役割もあったわけですね。1999年の資本提携の時にですね、ルノーは日産の株の 36.8% を取得しました。つまり3分の1以上を持っているということですね。株式会社でいうところの拒否権を持っているということでですね、かなりまあ強い、意思決定に影響が当然あるわけですね。現在さらにその持ち分は増えておりまして 43.4%、ルノーが株を持っているということでですね、まあもちろん完全に支配されているわけではないにしろですね、元々の純国産企業の日産はやはりある意味ではグローバル企業になってしまったという面もあります。しかしながら、日産ではたくさんの、日本人も働いておりますし、日本の企業としてですね、より存在感を高めてこのルノーにですね、支配されないようにしていかないといけないという状況に、まあ、今もあるわけですね。そしてゴーンが来てですね、まず配当はですねドカーンと上がりました。株をやっている人の間でですね、日産の株の配当が高いというのはまあなんとなく有名なことだと思うんですけど、当初はですね、一株あたりの配当はゴーンが来る前はですね7円だったのが、ゴーンが来た時のですね、まあいい時はですねなんと57円も配当しているということですね。ということで、親会社が株を持っているわけですから、親会社のルノーにですね配当が渡るわけですね。ルノーは、提携時に、8016億円を、出資しているわけですが、ルノーが2017年までに受け取った配当金の総額は8652億円ということでですね、要するに出資した分は配当でも回収したということですね。しかも出資した株もですね、別に日産の株はまあ今ちょっと下がってはいますけれども、別に0円になってないわけですから、今のところルノーはですね、まあ得をしているわけですね。全然損はしていないということで、フランスからやってきたゴーンはですね、まあ結局のところそれは日本の富をフランス本国に流すというわけですから、そういう意味でのですね、ゴーンは仕事をまあ見事にやってのけたと。まあここは残念ながらですね、やっぱり海外から社長を送り込まれていますから、その分のですね、利益はやっぱり日本としてはですね、やっぱり失ったということなんです。これはですね、やっぱりゴーンのようなですね、経営手腕の持っている人間が日本人から出てきてですね、まあ、そもそもルノーにですね、株を買われずにですね、独自にやっていけておればですね、こんな8000億円もフランスに持っていかれる必要はなかったわけですね。というですね、まあ、日本全般に言えることですけれども、人材不足であると。もちろんゴーンの経営手法、これから言いますけれども、大変問題もありますが、じゃあ、日本人がこれ経営ね、改革していればよかったわけですよね。ということなんですね。はい。はい。で、ゴーンの改革のですね、功罪ということですね。まあ、いいこともというか、まあ、結果は出しましたが、マイナス面もあったわけですね。その1、もうこれ、多くの人が知っている、激しいリストラと。やりすぎです。リストラしすぎましたね。はい。まあ、彼らの経営手法というのは、まあ言ったら外資の経営手法といったらこういうことなんですね。1999年にはですね、約2万人、2万1000人をリストラ。2009年にも2万人をリストラということでですね、数々の人をですね、今までリストラしてきたと。過去5年間で正社員を減らした企業ランキング、これは東洋経済さんが出した、ランキングでございますけれども、5位に日産。2万1620人が、5年間でリストラされてしまいましたと、いうことでランクインしています。1位はダントツで東芝。まあ東芝は一時本当に倒産しかけたわけですから、6万4831人ということでですね、しかしながら、常に人を切り続けてきた日産という姿があります。2009年の3月に雇い止めにあった男性がですね、これはまあ裁判なんかをやっていたわけですけれども、2019年1月にですね、改めて、厚生労働省で会見をし、まあ当時の様子を含め語っています。まあやはりクビになったわけですから、
怒りしかない。日産は説明責任を果たせと訴えました。男性の代理を務める弁護士はですね、まあ、仮に経営不振、倒産の危機に瀕していればですね、まあ、解任、リストラをしたわけですから、倒産の危機ということだったという見方もあるわけですね。しかしながら、ゴーンがやったことはですね、自分の私的な投資をですね、会社に付け替えたという、この、まあ、罪状というかですね、罪があるわけですから、それはおかしいだろうと。自分の私腹を守る部分は守っておきながら、人はリストラしたのかということをですね、強く批判したということなんですが、まあ、そらそうだと。そんな自分の資産を守ることができるんだったら、解雇、従業員を解雇するなんていうことは、そらおかしいですよね、ということをですね、記者会見で改めて訴えたということなんですけれども、ゴーンが逮捕された、罪の一つにですね、ゴーン自身の個人資産の一部を、彼はスワップ取引、デリバティブの取引ですね、で運用していたんですが、約18億5000万円の評価損が発生した際にですね、契約者をですね、自分から日産に移したりしてですね、損失を日産に付け替えたという、まあ、まあ一応裁判がされるけど彼が今、亡命してしまったのでどうなるのかというのはありますけれども、まあ一応今の段階では疑惑でございますけれども、まあ逮捕されているわけですね。まあ、こういう強い疑惑というかですね、そういうものがあるわけですね。しかも彼はまあ逃げてしまったわけですから、まあ、これは証明のしようがない。まあ、事実だと言われてもしょうがないわけですね。じゃあ、こんな金があるんだったらなんで人をリストラするのだということですね。まあ、経営者の中でですね、有名な人といえば、例えば松下幸之助氏の、名言で言うとですね、彼はこう言いますね。なあ、わしはこう思うんや。企業の都合で解雇したり、取ったりでは、社員は働きながら不安を覚える。松下という会社は、ええ時はどんどん人を採用して、スワッという時には社員を整理してしまうのか。代をなそうという松下としては、それは耐えられんことや。曇る日、ひでる日、や。しかし、一人といえども辞めさせたらあかん。ええか。一人といえども解雇したらあかん。これをですね、まあ彼は言っていたそうなんですが、ちょっと途中何を言ってるのかわからないところがありますが、まあなんとなくは分かっていただけると。まあここの赤い文字のところですね。松下の経営の方針としてはですね、やはり社員は一人といえども辞めさせてはいかんということをですね、強く、特に松下幸之助がいた時代はですね、これ直接彼の幹部も聞いているわけですから、あまり松下は、まあ少なくともこんな日産ほどですね、近年リストラは今もしてないと思うんですけれども、それはやはりですね、割とというか旧日本の経営者の発想というのはですね、基本的に社員は家族であると、辞めさせてはいかんと、それをですね、他の国の経営者とは全然違うぐらい強く思っていたということなんですが、まあ、日産、ゴーンがやってきた経営とは、これとは真逆のことをですね、ゴーンはやったわけですね。そして、大リストラしてですね、まあ、赤字も出たりして、配当がゼロになった時にでもですね、ゴーンはですね、年収20億円。役員報酬自分でカットすることはないと。まあ、ドライ。というかですね、あくまで彼らもビジネスとして社長を受け負っていますから、まあ、自分もリスクを取っているんだから、20億円もらうのが正当だと。まあ、どちらかというと、欧米人の人たちの考え方はですね、まあ、こういうことであって、まあ、これだけでですね、直ちに批判されるというかですね、まあ、考え方の違いというのは往々にしてあると思うんですが、旧来の日本の経営者の感覚からするとですね、これは間違っているということになるわけですね。そのような時にはリストラなどせず、年収を下げてですね、社員と一緒に耐えていくのが日本の経営者だということだと思うんですね。僕もそれが日本には合ってると思いますし、それは日本の特に20世紀のですね、強い日本経済、一億総中流というのを作るのにですね、ものすごく貢献してきたと思うんですね。なので、そこはですね、日本の経営
見直していくべきだと思うんですね。こんな年収20億とかっていうのはですね、やはりそれは取りすぎですね。ましてや、リストラして年収20億。これはいかんですね。そして2009年よりですね、1億円以上の報酬を得た役員の名前や金額の開示がですね、義務付けられましたということでですね、ゴーンはこの20億円の報酬を得ていたのにですね、20億円ってバッチリ書くとですね、批判をされるということでですね、有価証券に20億円ときっちり書かなかったということで、これがですね、逮捕された時の一番わかりやすい理由として、まあ言われている有価証券への虚偽記載ということになっています。まあ一応ゴーンの弁護士側らもですね、まあ争っているわけですけれども、しかしながらですね、このやっぱり20億ってバッチリ書くと批判されるからと言ってこう書いたというですね、そこに要するに最初からですね、ちょっと横島な考えがあったから、まあこれで足元救われたわけですけれども、ゴーン氏が得た役員報酬はですね、2017年度は24億円でしたけれども、有価証券に書いていたのはですね、7億3500万と書き、記載されてない先送り受領分というですね、まあ彼は退職した後にもらう予定だったというですね。まあ、一応彼らなりの言い分はあるんですけれども、がしかしですね、少なくても高いレベルのモラルで言った時にはですね、それは今もらったものはちゃんと書いとくものが筋だろうということをやっていなかったという意味においてですね、経営者のモラルとしてもですね、ゴーンがやったことはですね、それは良くないだろうというふうには思います。ゴーン改革の功罪マイナス面その2ということで、まあ、特にですね、後半、ゴーンもやってきたこともですね、今、まあ、結果的に赤字が出ている、問題の理由はですね、やはりゴーンの、失策によるところもあります。重要市場である米国においてですね、近年、日産の車が売れていません。米国市場においてですね、日産の販売台数は下がっています。これはですね、まあ、米国もですね、やや需要は減っているんですけれども、しかしながら、ホンダとかトヨタはですね、なんならホンダは売り上げ増えてですね、トヨタは売り上げちょっと減りましたが、日産はですね、9.9% も減りましたと、いうことですね、2019年ですから。まあ、これを見てもですね、明らかに日産の減り具合だけが大きいということはですね、やっぱり日産のやり方が特にアメリカ市場ではまずかったのだろうということですね。これはですね、薄利多売、特に米国で薄利多売戦略をですね、ゴーンは取ったわけですね。とにかく売れと、売って売って売りまくれ、売ればなんとかなるという、まあそういう戦略に出たわけですね。日産はディーラーに多額の販売奨励金を払って、値引きをして大量に販売を行いました。米国の、市場は成長していることもありですね、2011から16年はですね、販売台数も伸び、一台あたりの利益は低いですが、台数バンバン売りましたから、トータルとしてはですね、事業が、まあ、拡大していったわけですけれども、しかし、やったことは、薄利多売戦略だったわけですから、この戦略はですね、やはり、長くは持たないんですね。あまり、やはり、良くはない。ということでですね、2017年以降、米国の自動車市場の成長がですね、やはり、まあ、頭打ちになってきたわけですね。株価だけ上がってきましたが、もうそもそも3年ぐらい前からですね、米国の市場はですね、実体経済はおかしくなっていました。まあ、それ割と最近よく言ってきたことですが、ということでですね、車の台数も落ちていたわけですけれども、それを薄利多売でもともとカバーするというですね、方針で来ていたわけです。まあ、いわばですね、イケイケどんどんでゴーンとしてはやってきたわけですが、市場はですね、まあ、下落傾向にあったというですね、そのイケイケどんどんがですね、裏目に出たということですね。で、他のメーカーと比べても販売台数の下げ幅が大きくなりですね、また、安売りでやりすぎましたから、日本車はですね、やはりそれなりに、特に自動車はやっぱ海外でブランド価値が高いですよね。高級車ということではないですが、やっぱり、まあ、高級車もありますけど、日本の車というのはやっぱり、まあ、値段と比べたらすごくいいよねと、やっぱどの国でも思ってくれてるわけですよね。なので別に悪い品物じゃないんですけど、まあ、安く売りすぎたわけですから、日本車自身、特に日産のブランド価値が落ちてしまったわけですね。ということで、
日産のブランドイメージがやはり落ちてしまいですね、特に車はやっぱりブランド価値をですね、必要とする市場ですから、回復させることが非常に困難になりですね、販売台数がどんどん落ちてきてしまったと。そして日産が今抱えているですね、不安材料についてですね、その1、ルノーの問題と。2019年1月にですね、フランスの政府がルノーと日産を経営統合させるという案をですね、日本に伝えたということが、分かっています。まあ、このあたりからですね、いろいろそのゴーンの退陣劇とかっていうこととか逮捕とかっていう事件につながっていくんですけれども、まあいろんな憶測もありですね、要するにでもこれはですね、日本とフランスの国益の大きな問題であると。そして日本の裏側にはというか、やっぱり日本と米国の同盟とかもありますよね。で、米国としては日本というのはやっぱりまあ古文の中でも筆頭頭ですから、その日本の古文の日本がですね、これあんまり自動車というすごい大事な部分をですね、フランスに持っていかれるっていうのもアメリカも面白いと思わなかったのではないかというまあ憶測もあったりですね、このフランスと日本のですね、ルノーと日産をどう、まあ、特に日産をフランスが持っていくという話はですね、すごく大きな、問題で、まあ、今も話は完全に消えてはいないんですけど、まあ、一旦今、話は収まっています。まあ、しかしこの話が持ち上がったわけですね。ルノーは1898年に、設立したフランスの自動車会社でございますけれども、1996年に民営化していますが、もともと国営企業かつ、今もですね、フランスの政府が筆頭株主です。ということでですね、ルノーはほぼ国営企業ですね、フランスの。1999年の、ルノーと日産の資本提携の際にはですね、日産の持つロケット技術を狙っていたという話もあります。1950年に解体したですね、中島飛行機の遺産をですね、日産は引き継いでいたわけですけれども、ロケット技術はですね、弾道ミサイルにも転用可能な、国家戦略の産業なわけですね。ということで、日産が持っていたですね、ロケット事業を国外流出を恐れ、IHI にですね、事業譲渡を、されました。なのでロケット事業を切り離した状態で日産はルノーの傘下に入ったんですけれども、そして今回のルノーとですね、まあ日産の完全経営統合、そしてそれをフランスが持っていくという話が持ち上がった時にですね、ゴーンとしては、まあ本当は嫌がって、最初は嫌がっていたんですね。経営統合したらですね、やっぱり、日産王国の王様であったわけですから、それが、好き勝手できなくなると。しかし、ゴーンが辞める直前にもですね、業績がちょっと悪くなっていると、ゴーンも思っている。強く出れない、やむを得ない、フランスに寄り始めていたんですね。解任直前のゴーンはですね、フランス政府寄りに、傾き始めていたと。日産の強みである、電気自動車技術もですね、軍事転用が可能なものもあります。経営統合を阻止するべくですね、日産の反ゴーン派が、経済産業省に支援要請をしたりもしていました。そこで、経済産業省出身の、豊田、正和氏がですね、取締役に就任し、それのタイミングで、ゴーン逮捕へ至るということでですね、これもまあ誰しもこの裏側のことは最後はわからないのですが、今回のやはりフランス政府と日本の綱引き及びそこに、アメリカ政府などもですね、利権が絡まったりしてですね、ゴーンというまあ権力を持った人をもですね、逮捕に至ったと。まあある種の国益に対するですね、いろんな思惑がこの逮捕劇につながったのではないかというところは、まあ、ほぼ確実ではないかと思います。日産が抱える不安材料、今、資金調達の問題がですね、かなり、大きな問題になっています。日産の内田社長はですね、5月28日の決算発表後に、危機に対応する十分な資産を保有していると発言をしました。現在日産がですね、持っている手元資金はですね、約 3.5 兆円です。
自動車事業における手元資金が 1.5 兆円、金融機関と契約済みの融資枠が 1.3 兆円、そして新型コロナウイルスの緊急融資が7126億円ということで、足して 3.5 兆円の手元資金を持っています。しかし、まあこれからコロナ禍がですね、やはり長引きそうであるというのはですね、誰しも思っていることで、さらなる追加資金の確保が必要という意見も大きいと。そして何よりまずいのがですね、多くの格付け会社が日産の格付けを引き下げています。メインバンク、メガバンクもですね、日産への融資をためらい始めています。ムーディーズで言うとですね、日産は、最近2段階引き下げられて BAA1 から BAA3 になってしまいました。これはなんとですね、あと1段階下がるとジャンク債になってしまいますと。最近世界中の自動車産業がですね、ジャンク債落ちしていたりします。フォードとか思いっきりジャンク債になってしまいました。ということでですね、日産も結構危ない水準に来ています。トヨタとかホンダで言うとですね、まだ全然やっぱ日産よりは上ですね。まあ落ちたとはいえ、A1 とか A3 とかですから、まあ BAA3 ですからね、これ。えらい違いですね。7126億円の新型コロナ融資枠が、まあ決定されたわけですが、この時にですね、実際には、日産のメガバンク間で融資の押し付け合いがすでに起こっています。日産のメインバンクはですね、みずほ銀行なんですね。みずほ銀行もいろいろ問題がある会社で、しかしながら頑張ってほしい、もちろん日本の会社なので頑張ってほしいんですが、この日産をですね、日産の融資、みずほはですね、三菱 UFJ には並行メインとして、メインは三菱だけれども、みずほだけれども、みずほと同じぐらいのメインとして三菱にも頑張ってほしいです。まあ思っているわけですね。しかし、三菱 UFJ はですね、どうもこれ以上貸し付け増やしたくないなと思っていると。三井住友も同じく貸し付け増やしたくないなと思っていると。そして政府銀行である、政策投資銀行は、まあみずほにはもちろん頑張ってもらうものの、やっぱり、日産を支えていくためには他の3メガバンクもですね、ある程度出してもらわないとこれダメなんですよねって、まあ言っているわけですね。で、いざですね、7126億円が、どうなったかというとですね、みずほが半分出しました。3500億円。三菱がですね、1200億円。三井住友が500億円。政策投資銀行が1800億円ということでですね、これ、三菱と三井住友少ないですね。例えば2017年度にですね、日産に融資した額の中の内訳としてはですね、みずほは5500億円。三菱は同じく5500億円ぐらい。同じレベルですね。三井住友も3000億円ぐらい。まあ、政策投資銀行1000億円と出しているわけですが、この比率と比べてですね、今回明らかにですね、三井住友とむちゃくちゃ少ないですね。ということはですね、まあ、要するに、みずほはもうメガバンクでしょうがないんですが、三菱 UFJ、三井住友は明らかにですね、日産からはしごを外したがっていると。融資を回避したがっていると。気持ちはわかるんですが、この日産ほどの会社がもし潰れるようなというか、こっから融資を逃げてですね、他どこに融資持っていきますっていうのはですね、日本の企業としてはあるわけですね。まあ、ずーっとやってきています。そもそも銀行が融資を真面目に打たずにですね、そのお金を外資のわけわからない金融商品に持っていったりしてるから国内産業がおかしくなってきたというですね、これ、今日産をある程度救わずしてですね、やっぱり銀行にも本来未来がないんですけど、やっぱり銀行はですね、こういうね、雨の時には傘取り上げたがるというですね、またやってしまっているわけですけれども、明らかに逃げていると。また、緊急融資枠の今回の中には、借入期間1年というものも多くですね、今後の手元資金の確保がですね、日産においても、まだまだ十分とは言えないと、リスクがあるという状況ですね。そして、不安材料。その3、内田社長、2019年10月8日に、内田氏がですね、新しく日産の社長に就任したわけです。内田氏についてゴーン氏はですね、コメントしているのは、いい人だが、
いい人がですね、いい経営陣になるとは限らないというコメントをしています。まあ、詳しく知りませんので、ゴーン氏の、意見がこうだということですね。そしてそんな最中に起こっているのが、直近2ヶ月の間に元上級幹部4人が日本電産に転職してしまったと。また日産の他の幹部からもですね、私も辞めたい、内田社長体制である限り日産の再生はない、今のうちに逃げた方がいい、このままでは日産には未来がなく、いずれ20年前のように経営破綻寸前の状況がやってくる、その要因は抜本的リストラを先送りしたからだと、いうことです。最近ですね、今回の決算発表で損失を出したのは、まあ要するにリストラということなんですけど、主にスペインとかインドネシアのですね、工場を完全に閉鎖して、それの損失をバサッと、出したわけですけれども、これは、前社長の才川氏の時にですね、すでにやってきたことであって、内田氏がやったことではないんですね。ということで、日産社内にいる人たちから見るとですね、まだリストラが足りないと。まあ、さっきゴーンのリストラを僕も批判しましたけれども、まあ、本当に潰れそうな時にはやはりリストラはやらなければならない時もそれあるでしょう。社内から見るにですね、まだまだ日産は危機的状況だという意見があるということですね。しかしながら内田氏はですね、いい人ではあるんだが、あまりそのバッサリ意思決定できる人ではないということでですね、幹部たちも社長の考えに触れている幹部たちがですね、覚悟不足だという意見をですね、この打ち出しにするという状況があるということですね。ということでですね、まあ赤字を思いっきり出した日産で確かにマイナス面がたくさんあります。課題はあると思うんですが、プラスの要素もですね、まあ存在はいたします。例えばルノーの問題、経営統合の問題ですね、フランス政府から言われている経営統合の問題ですね、今沈静化しております。ルノーも赤字を出しておりですね、経営統合でですね、なんかごたごたしている状況にはなくなってしまいました。そしてリストラもしなくて済むのならですね、それがいい方にいいに決まっています。日産にはですね、世界レベルの電気自動車、自動車運転の技術があります。技術の日産というものはですね、決して終わっていません。そして、世界の有数のビッグカンパニー、自動車会社であることは間違いないんですから、この日産が本当に潰れるようなことがあればですね、これはやはり日本の産業全体のもう極めて危機的な状態なわけです。なんとかメガバンクもですね、もうどっちみち融資先ないんですから、こんな日産の融資から逃げているのではなくてですね、厳しい意見もきっちり言いながら日産の経営を立て直していけるようにですね、ぜひみずほ以外の三菱、三井住友銀行のですね、皆さんも頑張っていただきたいんですね。日産の復活をぜひ日本みんなでやっぱり応援していきたい。そして僕たちもですね、やっぱり危機な状況なので、経営を批判していることも多々ありますけれども、特に日本の企業に関してはですね、別に潰れてほしいわけではないんですよね。別にソフトバンクも潰れてほしいから動画を出しているんじゃないんです。今の孫さんの経営をやっていると、まずいから直せよということでですね、批判をしているわけですから。なので、とにかくですね、みんながいい方向に向かっていけるようにですね、それは日本国民で力を合わせてやっていかないといけないんですから、技術の日産、環境面でですね、やはり、CO2 出すとかですね、まあいろいろその温暖化問題に関しては、まあグレタの問題とかいろいろ、まあ異論がある人もいるわけですけれども、まあしかしながらですね、環境負荷を減らさなければならないというのはですね、どの産業もそうで、電気自動車もですね、その環境負荷を減らすということにおいてはですね、有望な技術でありますし、自動運転というものもですね、課題はありますが、これは実現していく可能性はあるわけですから、こういうレベルの高い次元の、技術を世に先駆けて日本の企業が実現するということがですね、日本国民が幸せに暮らしていくためにはですね、やっぱうちの国はやっぱ一定はちゃんと輸出してお金を外貨稼いでこないといけないんですから、高い技術を武器にですね、ぜひ復活してもらいたいと思います。頑張れ日産自動車ということでですね、
今日の解説を終わらせていただきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンも押していただいたら動画がたくさん拡散されて嬉しいです。オリーブの木、朝霞市議会議員の富山真紀議員の富山木チャンネル、一期生の一期生チャンネルも立ち上がっております。コメント欄、概要欄の一番上に URL が立ち上がっておりますので、そちらをクリックして、チャンネル登録、応援してやってください。よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ。ピープルパワーで。黒川敦彦でございました。誰一人置いては行かない、明るい未来を作りましょう、一緒にやっていきましょう。